はい、皆さん、こんばちは、満点さんです。配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見ていきたいんですが、今回ね、527回、C セットでこういう結果になっております。今回ね、C セットだったんですけど、そうですね、セットの傾向といたしましては、まあ、4の列がちょっと出やすいというところで、まあ、今回4の列が、ちょっと多めに出てるというところですけど、それで、まあ、5の列出にくいですけど、まあ、今回5の列、まあ、1個出てるんで、まあ、トータル的に見たらそんなに、まあ、若干出てるという感じですかね。まあ、位の数に、関しましても、まあ、ちょっと、C セットは他の桁に比べて、まあ、10の桁がちょっと出にくいというところで、まあ、他のところにね、ちょっと、数が少ないというところで、まあ、若干傾向気味の出方してます。それよりもですね、今回ちょっと注目していただきたいのは、まずは、まあ、素数0個というところで、まあ、これは、そうですね、今回で、素数、ここですね、0個で、まあ、23回目なんですけど、若干、ちょっと期待値に届いてない感じですかね。まあ、若干収束方向の出方してます。あとですね、そうですね、まあ、今回、出た数、見ていただいたらわかると思うんですけど、まあ、今回ね、全部の数字の中で最も出現回数の少ない、12番が出てるというところと、あと、トップ3、5ぐらいですかね、に少ない、まあ、25も出てるというところで、まあ、平均がね、100なんで、他の数はね、平均以上の、ね、数出てる数なんですけど、この2つは、トップ3ぐらいですかね、トップ3じゃない、まあ、トップ5、トップ5というか、まあ、ワースト5というか、ね、出てない数字の、ね、2個出てるのと、12が一番少ない数というところで、ですかね。あとですね、まあ、ここ、まあ、今回ね、4の列3つ出てるんですけど、これもですね、そうですね、今回20回目なんですけど、同じね、縦の列が、そうですね、5個のところの、ね、3から4で見たときに、これね、20回なんですけど、他のね、ところに比べて、まあまあ、7と同じぐらい出てるんですけど、ね、他のね、3、5、6のところはね、まあ、特に6なんて、その、3個出てるっていうのはね、期待値全然届いてない10個というところでね、まあ、この辺ね、また、収束するような感じで出てくるかもしれないのでね、この辺ちょっと注目していただきたいと思います。あとですね、そうですね、今回ね、この、見ていただいたらわかると思うんですけど、まあ、さすがにね、前回まで、今4連続出た17番出てないですけど、例えば4番とかね、まあ、前回出て、その前の前出てるね、ところとか、あと、ここもですね、25番とか、27番とかね、この辺ちょっと直近で、ちょっと塊で出てるところのね、数字出てるんでね、この辺もちょっと注目していただきたい。まあ、今のところね、ちょっと7番と15番が若干ね、前回との、間隔空き始めてるんで、まだね、23番もちょっと、結構長い間出てないのでね、この辺も、もしかしたらもうちょっと続くかもしれないというところでね、注目していただきたいと思います。ということでね、来週の予想ですけど、こちらが、偏りのある数字となっておりまして、こちらがセットごとの予想となっておりまして、そうですね、これがまあ総合的な、数字の、数字となっております。またね、データをご覧になりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧くださいということで、また来週、さよなら。